と申します。よし、ね、今日はですね、久々と言いますか、バイクシーズンね、始まりまして、今年初めの最初のね、大きめのツーリングというかですね、誘われまして、エスプレッソライダーさんがね、ツーリングの計画を立ててくれまして、伊豆の方にね行ってまいります。何やらね、すごい人数が集まるっぽいんですよね。僕はね、もともと墓地修正があるもんで、大状態ね、ちょっとどうなるかあれなんですけど、まあでもね、知ってる方たちも多いみたいなんで、またねちょっとね、せっかくですからね、これを機にね、また輪をね広げられればなと思っております。フェラーリ、かっけえなー、この時代のフェラーリは。シーズンさん来た。今日のツーリングメンバーのオールシーズンさん来たね。まあだいたいね、集合時間一緒だからね、圏央道で一緒になりましたね。さてここから道中一緒に行くことになるかな。そういえばですね、プーチンのこのウィンドスクリーンね、取り付けてから初めて多分これ高速乗ってると思うんですけど、やっぱね、ウィンドプロテクション効果結構ありますよね。かなり楽になってるような気がする。エリア来たらティッシュ買おう、ティッシュやばい。また珍しい車が走ってるな、スズキの。これなんだ、超かわいいじゃん。今日はツーリング伊豆の方ですからね、たくさんなんか面白い車見れそうで楽しみですね。さあ富士山が真正面に、でかいな。ちょっとかすんでるけどね、いいね。富士山ど真ん前。さあもうすぐ着きますね、足柄サービスエリア。結構寒いな、若干冬装備で来たから、まあまあどうにかなると思いますけども、少し寒い。さて皆さんはいらっしゃっているのかな。ばったり会って、あ、もう会っちゃったと思って。よし、
な、長っ。イエーイ。おお、桜がまだ。風車がある。みんな整列したくなるって行きましょう。繋がってます。ああ、早い。グサ早い。ボッチさんの方が早いんだよ。そうなんです。追いつける気がしなかった。この2人早い。ボッチさんえぐいぐらい早い。よいしょ、ゆっくり行こうっと。よし、みんなでソフトクリームを食べて、これから次の目的地に行きます。
久しぶりに峠来たからなんかねちょっと疲れちゃいましたね。うん、甘みを補給して、だから余計なんか足つきが悪くて、そうですね、いろいろとこいつを変えたいんですけどね。このマフラーも変える前提ですよね。そうですねでもチタンなんですよ。あ、これチタン。そうなんですよ、ノーマルでもう別にアルミでもいいんで、もっと買いやすくしてほしかった。こういうやつ。そうですね勝ち上げてる。グッサン納車、納車動画で、よいしょ。よいしょ。カフェピキニキ、美味しいサンドイッチを食べました。ありがとうございました。またまったり来ました。そうですね、はい、飲み会でもあ、飲み会いいっすね。もっと話したいっすね。じゃあ飲みちゃもうじゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあキャンプの人はキャンプで、はい、キャンプでなんで